コインスナック富士山24時間営業の自動販売機でこううどんとか売られてるお店ですね。はい、じゃあ早速中に入っていきましょう。おお、すごい。へえ、こんな感じなんですね。なかなか最近見ないですけど、すごい懐かしい感じ。テレビとかで見たことがあるんですよね。へえ。あっちは普通にジュースが売られてて、ここがあれですね、あの自動販売機で食べられるこううどんとかそば、まあ、今多分うどんだけって言われてるかな。はい、で、あ、おなじみのカップラーメンですね。で、その次がちょっと新しいですね、あのおつまみ系のお菓子、はい、売られてて、お、すごい、これは僕も見たことがないですね。自動扉、お菓子とか、あの菓子パンとかですね。あ、ゆで卵があったり、ゼリーなんかもありますね。あ、一番上は魚肉ソーセージですね。これは初めて見ましたね。で、普通に自動販売機、ジュースが販売されてますね。ここの使われてる椅子、なんだこれ、バスというか、バスですね。車とかバスとか、ちょっとなんかあの待合室的な感じの、この使われてる椅子も多分これもともと車とかバスのシートじゃないかな。すごいなんか雰囲気がある感じですね。あ、ですね、これとか本当うん、バス感すごいな。買うてえね。はい、じゃあせっかくなんでこの自動販売機のうどんを、今そばがないからうどんを買ってみたいですね。うどん350円。量がすごいですね。じゃあこちらで。で、バレてもらったら、はい、あ、これ下に、はい、飛ぶもんで、あ、もう、あ、お、あ、お、なるほど、とろろとか、はい、かまぼこか、はい、かまぼこととろろですかね。以上。あげま、たぶん。あげ。あれ、あげ、あげまるか。あれ、あおった。あ、ありますね。はい。ですね。はい。あげ。あげと、かまぼこ。お出汁からいただきますか。うん。あ、いや、ほんま、ちょうどいいですね。寒いから。麺もいただきます、うん、美味しいです。あ、温まりますね。自販機グルメっていうのがまたいいですね。ちょっとドライブしながらお腹空いたらちょっとやってこう食べて温まってお腹も満たしてみたいな感じで、うん、いや、なんかこの自動販売機のこのタイプはちょっと初めてなんで、せっかくなんでちょっと買ってみてもいいですかね。お金を入れて、あ、ランプがついたボタンを押してください。押しますね。おお、すごい回った。お、で、開けました。あ、え8秒経つと閉まる。あ、で、これちょっとね、あ、でも、すぐ閉まりました。危ない。はい、ということで、粒あんぱんゲットです。これですね、8秒経つと閉まりますので、速やかに商品をお取りください。もうあれですね、もう決めて、すぐ取ってっていう感じですね。はい、これ明日の朝ごはんにいただきたいと思います。
はい。で、こちらのうどんとそばの自動販売機なんですけど、なんともう全国的に見てももう数が少なくて、全国で約もう100台ぐらいしかないらしいんですね。で、以前にこの自動販売機はここの方が壊れまして、もう修理するのに結構なまあお金がかかると。で、ここの自動販売機を求めて全国からいろんなお客さんが来てたということで、直してほしいという声があって、ちょっと前にクラウドファンディングでこう支援を募られて無事こう直されたっていう経緯もあってですね、なんかこう今の時代にこびない、この場所もハイバス、バスのシートを再利用してこういった形で使われたりとか、こう今の時代にはこうなかなかないんですけど、逆にそれがこう新しい、はい、なので国道こう9号沿いを通られる方、ぜひ一度立ち寄っていただいて、雰囲気だけでもこう見ていただけたら、古き良きというか、そういった雰囲気が味わえるんじゃないかなと思いますので、はい、ぜひ来てみてください。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。